フェルナンドロペスドス・サントス・バレラは、ポルトガル生まれのカーボベルデのサッカー選手。カーボベルデ代表。ポジションは DF。リーガで女の GDS トリル・プライアで、プロ選手となったが、UD、リオ・マイオルに期限付き遺跡に出された。2009年1月にプリメーラ・リーガに昇格した、CD、トロフェンセに遺跡し一部で、初出場したが、2008から09シーズンの1。 シーズンで降格し、再び二部生活となった。2011年夏に22年ぶりに昇格した CD フェイレンセに移籍。全試合スターティングメンバーとして活躍したが、2012年1月28日の SL ベンフィカ戦では得点した後にオーオンゴール、さらにペナルティキックを献上し、全得点に絡んだ挙句に1から2で敗戦したという出来事もあった。その後、 フェイレンセは降格した。2015年 FC ステアウアブカレスト時代2012年5月29日に3年契約で FC バスルイに移籍。翌年9月1日に FC ステアウアブカレストに12億5000万ユーロの移籍金と3年契約で移籍。2014から15シーズン末にはマラガ CF が彼の獲得に興味を示したが600万ユーロの オファーを捨て合うアブカレスとは断った。2016年7月23日、契約満了まで半年ほど残して、ギリシャスーパーリーグのポックテッサロニキに140万ユーロで移籍。2013年12月、カーボベルデ代表にて、ポルトガル生まれであるが、カーボベルデ代表を選択。2008年5月27日のルクセンブルク代表戦で初出場。 2010年5月24日には出生地のポルトガル代表との親善試合に出場 2010FIFA フフワールドカップ本戦を控えた格上相手にスコアレスドローを演じた 2014FIFA ワールドカップアフリカ予選では2013年3月24日の赤道ギニ,ニア代表戦で退場処分となり4試合出場停止となったがチュニジア代表戦で出場してしまったためにこの試合は 反則負けとなった。ちなみに退場となった赤道ギニア戦では相手のエミリオエンスエが出場資格がないにもかかわらず出場したため、この試合も没収試合とされたが彼の出場停止処分がなかったことにはならなかった。ありがとうございます。